カタジナ・ラジビウ公爵夫人の肖像、ジョバンニ・ボルディーに咲くカタジナ・ラジビウオバ、または、エカテリーナ・ラジビルは、ポーランド・リトアニアの貴族、著作家、公爵夫人。ロシア帝国のポーランド人将軍であったアダム・ジェブスキ、伯爵の娘として生まれた。おばに、小説家、オノレド・バルザックと結婚したエベリーナ・ハンスカ、伯爵夫人がいる。 1873年10月26日、15歳で、ビルヘルム・アダム・ラジビウ公爵と結婚し、彼の家族が住むベルリンに今を移した。1884年、カタジナは、パウル・バシーリーのペンネームで、ドイツ皇帝ビルヘルム2世のゴシップについての本を、執筆、出版した。カタジナは、イギリス生まれの南アフリカの政治家、セシル・ローズを付け回した挙に求婚したが、 彼に拒否された。これに復讐しようと、約束手形を捏造して、ローズに負債を負わせようとしたが結局、公爵夫人は、ローズの署名を捏造したことが有罪となり、南アフリカの刑務所に収監された。カタジナは、またハンユダヤ主義の儀シオン賢者の議定書の歴史に重要な役割を果たした。1921年、彼女はニューヨークで講演を行った際、 以下のような発言をした。議定書は1904年から1905年にかけて、パリにおける、ロシア秘密情報機関の責任者、ピョートル・ラチコフスキーの指示により、ジャーナリストのマトベイ・ゴロビンスキーとマナセー・ビーチ・マヌイロフが執筆した。そして、ゴロビンスキーは有名な反ユダヤ主義者、モーリス・ジョリーの息子、シャルル・ジョリーと共に、フィガロ紙で勤務していた、というものである。 しかしこの証言は、すでに1903年に議定書の短縮版を掲載していた図画ーミアがが発行されていたことを考えると、議定書成立に関するタイムラインと矛盾している。さらに1902年、ラチコフスキーはパリのオフラーナから更迭され、サンクトペテルブルクに戻っている。1935年、 議定書が議書であるか否かを争ったベルン裁判に承認として出廷した際も彼女は同様の主張を繰り返した。ありがとうございます。